今回の動画は水の中に沈む方法を3つご紹介します。泳げない方にとっては無謀すぎる行為ですよね。水の中では沈んじゃうのになんでわざわざって、ちょっと待って、本当にそうですか？実は水底に沈むのは結構難しいことなんですよ。こちらをご覧ください。プールに浮かんでますね。人間の体は基本的には沈まないようにできています。息を吸って肺の中にしっかり空気が入っている時、体の中に浮き袋があるような状態なので仰向けに浮かぶことができるんです。これは真水のプールでフィンをつけているので足の方が若干沈んでいますが、塩水の海ではさらに浮力がありますから、仰向けになって息をたっぷり吸い込めば完全に大の字になって浮かぶことができるんですよ。じゃあなんで溺れる人がいるのかというと、パニック状態になって落ち着いて息を吸えないからです。恐怖で暴れて水を飲んだり息を吐き出してしまうから、水の中に沈んで溺れちゃうんですよね。だから海や川に誤って落ちた時はまずは落ち着いて浮かぶことが大切です。逆に言えば息を吐いてしまえば沈むことができるんですね。これが水の中に沈む一つ目の方法です。どのくらい息を吐けばよいのかというと、完全に息を吐き切ってしまってください。わかりやすいように、私は水の中で息を吐いています。ボコ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 と結構な量の空気ですよね。息を吐いたら苦しいじゃん、肺の空気がなきゃ水の中にいられないよとびっくりされるかもしれませんが、実は息を吐き切っても結構長く水の中にとどまることができます。というのも血液中にまだ酸素がしっかり残っているので、数秒以内に息を吸わなくても大丈夫なんです。まあでも苦しいですよね。そりゃそうです。私も息を完全に吐いた状態ではせいぜい30秒ほどしか水の中にいられません。そこで水の中に沈む方法2、それはウエイトをつけることです。このようにウエットスーツを着ていたり、浮力のある海で泳ぐ場合に息をたっぷり吸い込んでいると、潜ろうと思ってもなかなか潜れません。だからジャックナイフ潜航など水への抵抗を最低限にして潜る技術が必要なんですが、浅い水深で潜ろうとしたら至難の業です。そんな時はウエイトという重りをベルトにつけて潜るんですね。ただしこのウエイト、重さの調整が結構難しく、軽すぎれば沈めないし、重すぎれば浮かび上がれずにとても危険です。ウエイトを何キロつければよいかは、泳ぐ場所が海水なのか真水なのか、どのくらいの深度へ潜るのか、ウエットスーツを着ているのか水着だけか、体重や性別、筋肉のつき具合によっても結構違ってきますので、これも少しずつ自分で試しながら調整が必要です。そして水中にとどまる第3の方法、それは深く潜ることです。深く潜れば潜るほど肺の中の空気は圧縮され小さくなります。つまり体の中の浮き袋が小さくなるので、体が浮かび上がらなくなるんですね。どのくらいの深度で体が沈み始めるのかは、先ほど言ったさまざまな条件で違ってきます。水底でウエイトをつけすぎていると、いくら水をかいてもキックをしても全然水面に浮かぶことができずに、とても危険なので注意が必要ですね。ということでまとめます。水に沈む3つの方法は、1、息を吐く、2、ウエイトをつける、3、深く潜るの3つです。安全に気をつけて練習していきましょう。